相鉄7000系の特急電車に乗っていきます。今回のノルール、私鉄 JR 関係なく2016年から今年までに新造運用されている車両、駅は何度通っても構わないが同じ路線での通過はタブー、予算は4000円以内1日で完結すること、そして同じ車両車種に2度乗らないこと、これらを踏まえて都心をぐるっと一周してみよう。先日牛丼屋に行きました。注文したのは牛丼の並盛りとポテトサラダ、ポテトサラダ、We'll be right back.